ジブリパークの貴重な生き物をご紹介するよ。今回ご紹介するのは白筋カミキリ。このままここにいたら搬入の車に轢かれちゃうから一時的に保護。白筋カミキリは国内最大のカミキリ虫。環境省レッドリスト絶滅危惧2類に指定されていて、なかなかお目にかかれない貴重な昆虫。栗やコナラなど樹皮を食べるけど、カブとクワガタ用のゼリーでも買えるみたい。かっこいいけど噛む力がすごく強いから子供たちは気をつけた方がいいかも。パーク内の自然や生き物を保護しているフレンドシップ広場へ返しに来た。オウムじゃないけど、森へお帰り。栗の木に話してみたらすぐに木をかじり出した。農家からは害虫扱いされるけど、数が少なくて貴重な昆虫だからパークで見つけたら大切にしてあげてね。